元キンプリ3人の新グループナンバーアイ発表にファンの怒りと疑問。日本の音楽業界で大きな話題が巻き起こっています。元キング・アンドプスの平野市耀、神宮寺勇太、た、岸ゆ太の3人が新グループナンバーアイを結成し、その発表が行われたことに対してファンの怒りと疑問が広がっています。 10月15日に株式会社戸ベの YouTube 公式チャンネルで行われたこの発表は多くの反応を読んでおり、その背後には様々な事情が絡んでいるようです。ナンバーアイの発表に対するファンの怒りは、元キング・アンドプスが未だに人気絶頂にあった中でのグループ分裂に起因しています。 2022年11月に行われた金プリ脱退発表では活動方針の違い、海外進出のためといった理由が公表されましたが、それに納得しないファンが多数存在します。そのため、ナンバーアイの発表はファンにとっては不安と疑念を抱かせるものでした。新グループの発表動画では、神宮寺勇太は、 ファンの皆さんが不安にならないように応援してよかったと思えるグループにと語りましたが、これに対しても賛否が分かれています。一部のファンは感謝の意を表明しましたが、他のファンはその言葉に疑問符をつけています。ファンの怒りと疑問。ファンから寄せられた SNS へのコメントを見ると、怒りや疑念が明確に現れています。一部のコメントでは、 5周年すら迎えずにファンをどん底に落としといて今更ファンを不安にさせたくないって何他人の痛みもわかってほしいという不満が示されています。またファンは過去の経緯を振り返り、ギャグ疑問符こんだけファン泣かせといてどの口が言ってんの疑問符と疑問を投げかけています。 元金プリの3人がグループを脱退した理由についてもファンは不明瞭な点が多いと感じています。海外進出を目指していたとされていた彼らが再び日本の事務所に移籍して再デビューすることについて全然夢叶ってないけどいいのやめた意味なくないという疑問が投げかけられています。ジャニーズの聖地での発表 発表動画が東京ドームから生配信されたことに対してもファンから強い違和感が示されています。東京ドームはジャニーズファンにとって特別な場所であり、ここでの発表は多くのファンにとっては重要な瞬間であることは間違いありません。しかし、この発表がジャニーズの名前が消える直前に行われたことについてファンからは賛否両論の意見が出ています。 ジャニーズの聖地と言われるジャニーさんが告別式した東京ドームで発表するかこれは長年応援してきたジャニーズファンに喧嘩売ってるってことで良いですかという声もあります。戸部代表の滝沢秀明氏もこの決定についてファンの感情を考慮していたかどうかは不明ですが、ファンからは疑問の声が上がっています。 また、滝沢秀明氏についても批判的なコメントが見受けられます。ナンバーアイの発表に対するファンの怒りや疑問は、元キング・アンドプスの脱退に関連する複雑な事情と発表のタイミングに起因しています。ファンはグループの再編に関する詳細な情報や説明を求めており、不安と疑念が払拭されることを望んでいます。 今後、元キンプリ3人の新グループナンバーアイの活動がどのように受け入れられ、ファンとの信頼を取り戻すのか、注目が集まっています。